こんにちは、ピカリンのね、チャンネルへようこそ。はい、おもちゃ動画チャンネルです。今回はメインチャンネルのヒカリン埼玉の方でこれで遊んだんですけど、まあね、これを片付ける前にもう一本ね、メインチャンネルでこの辺のおもちゃ遊び動画作りたいなと思ったんで、今回ね、おもちゃをちょっと追加します。その様子をね、まあおもちゃ遊びしながらね、このチャンネルで見せていきたいと思います。まずちょっと追加で持ってきたんだけど、これ懐かしのドラえもん幼稚園バスですね。これね、リサイクルショップで100円で買ったんだけど、これトミカなんだよ。これね、モータートミカっていうね、単語電池だっけ、なんかちっちゃい電池入れるとね、ちっちゃい乾電池入れてオンにすると電動で走るんですよ。しかもオンにするとこれね、手転がしができなくなっちゃうんだよ。タイヤが転がんなくなって、でオフにすると手転がしでも遊べるっていうね、すっごくよくできたね、ミニカーなんですよね。ちょっとね、でもね、電池入れなきゃいけないから、スマートさに欠けるんだけど、でもこういう可愛らしい車だったら全然問題ないじゃん。だからこう、電動で走るって意味ですごいいいんだけどね。まあ、電動部分が壊れてないかはちょっと心配なんだけど、まあ、今んとこね、まあ大丈夫かなという感じなんだけど、まだ入れてないけどね、まあ大丈夫そうです。はい。な感じで、まずこうね、これ、ドラえもん幼稚園バス、ちゃんと上のね、シールとかもついてるんですよ。ここはこんな感じかな。うん、いいね。これね、リサイクルショップで100円で見つけて、おーっと思ったんですよね。で、これを追加。この写真をね、インスタグラムにアップしたらね、いつもコメントしていただける方からね、コメントいただいて、なんか朝のね、通勤ラッシュの渋滞みたいっていうね、コメントをいただいたんだけど、確かにここら辺とかそんな感じだよね。だからもっと通勤ラッシュの渋滞感を出していこうと思います。ちょっとアイアンマンと流装レッドをこっちに置いて、もっとやっぱこう、せっかくトミカタウンなんで、もっとミニカーを追加しよう。このワイヤー、ミニカーでしょ、この辺の、まあ、あんま通勤ラッシュにはいないタイプの車だけどね。こうね、農業とかでよく使われてるのかな。あ、ミニカーはミニカーでも絶対通勤ラッシュにいない車ですね。これプルバックカーでね、アマゾンとかでよく売ってるんだけど、僕はトイプラで見つけて買ったんですよね。で、アマゾンで見た時も、あ、いいなとは思ってて、もしかしたらお土産屋さんとかに売ってるかもしれない。お土産屋さんのおもちゃコーナーも意外と面白いですよ。この前見たらね、なんかいろんな、あの、うまい棒ロボとかも売ってましたからね。関西のとこなんだけど。で、もっとミニカーを出そう。こういうね、トーマストミカじゃなくて、なんだっけ、カプセルトーマスのシリーズかなと思うんだけど、ここを渋滞にさせていきます。ちょっと見えないかな、こんな感じでここを渋滞にしていきます。で、渋滞になぜかパトカーが、あ、パトカーはこれ見てることにしよう。あの、スピード違反とか信号無視がいないかどうかをチェック。で、またね、トーマストミカの、あ、トーマスカプセルトーマスかのことが渡してね、して、あ、この辺もね、カーズのね、ミニカーとかも入れて、ちょっと渋滞感を出してみました。はい。そして上の方もちょっと変えていきたいな。まずここにゴリラを置こう。で、ライオンがおらーっつって、もう車に足乗っけちゃおう。こんな感じで、ライオン対ゴリラ。ライオンに加勢しようかな、ホワイトライオン。うわー、これ兄やね。こっちはね、しゃくれるライオンでしゃくれてるんだけど、ゴリラとか、ゴリラって強いらしいからね、すごい。んで、あー、これヤムチャだっけ、これ全然わかんないっす、ごめん。ドラゴンボールはちょっとわかんないっすね。漫画もね、1、2巻を読んだんだけどね、それぐらいじゃわかんないよね。で、ミュータントタートルズのなんか、うん、甲冑を身にまとってるやつもいたりして、ね、そしてウルトラマンジードマグニフィセント、かっこいいよね。ジューワー、これ、こういうのはさ、ここに乗せとくといいんじゃない。上の方もやっぱ寂しいからさ、10話。
で、ペガ。ペガサ星人のペガとかも追加で。10ワーの、お、腕短いペガってこんな短かったんだ。こんな感じで。で、その横には、じゃあね、この3人を置こう。1人目。バーカボンのパパなのだ。でしょ？で、その隣にはもちろんね、バカボン。僕バカボン。そして、ここにね、プーさん。やっぱディズニーの人気者も置いておかないとね。よし。で、ここら辺がもうちょっと寂しいな。これはもうちょっと、あ、でも、ここもう置けないな。よし、じゃあもうちょっとこうやって。ここにゼロいますからね。どうしようかな。じゃあここに、かぶくろうね。歌舞伎袋だっけ？かぶくろうでいいんだよね。置いたりなんかして、ちょっとパワーアップ。パワーアップ。ミッキー。これはチョコエッグ。あ、そうだ、最近チョコエッグでさ、なんか、ハローキティのいろんなコラボのやつが出たりとか、あと、ユーマンのチョコエッグとか出たよね。未確認生物の。だから最近キャラクターものじゃないチョコエッグって珍しいから、また買いたいなと思ってますね。ユーマのチョコエッグ買うかもしんない。あと、ハローキティも買うかもしんない。チョコエッグっていうか、明日ね、食玩をちょっとね、買いに行こうと思ってます。いろいろと。食玩とか、あと100円ショップとかで。あとね、明日プールが届くんですよ、僕ん家に。おそ松さんね。プールが届くんですよ。子供用プールが。そこでおもちゃ遊びする動画撮りますね。で、猫ね。まだいっぱい動物のフィギュアがあります。だいたいガチャポンかな。こう、動物たちをね、こう、置いときます。ゴリラの頭に乗せてどうすんのっていうね。ガッツアニマルとかね。あ、楽しい。もうカメラに映んないとことかに置きますからね。ここら辺とか。次じゃあそっち側追加しようか。ここら辺もう追加していこう。アイアンマン。まああっちにもいるんだけど、アイアンマン一応こっちにも置いときます。メタコレのアイアンマンでしょ。で、なんか指人形とかもね。メタルヒーローのやつとかも置いといて、そしてレッドキングでしょ、レッドキングでしょ。あ、これトイストーリーのやつだ。今度トイストーリーのおもちゃもいっぱい届きますからね。いっぱいっていうか2つ大物が届く。うん、まあお楽しみに。また動画にしますね。また遊びます。それで、あ、これね面白いんだよ確か。チーズね、アンパンマンの。これね鍵なんだよね。こんな感じで鍵っていうかはまる遊びができる。これではめると手が上がって、抜くと手が下がるんだけど、ん？違うな。はめて手が上がって、手を下げると抜けるっていう。これを永遠に遊べるんだよね、こういう。これを繰り返すだけのね、やつなんですよ。ちっちゃい子が手遊びするのにいいのかなっていう。チーズ。とか、あ、さっきの、大熊ボイジャー、小熊ボイジャーが落ちてたね。おっと、大熊、小熊ボイジャーだからね。はい。ここにセットしとかないとね。2個のセットなんでね。で、あと、ウルトラマン。じゃあ、これ、ハッピーセットなんですよね。クオリティめっちゃ高いのに、中古でめっちゃありますからね。ほんと、なんも、なんか、まとめ売りとかでよく売られてますね。トミカも置いとこうか。この渋滞の列に追加します。うん、もうだいぶ盛り上がってきたんじゃないかな。こんな感じで、はい、渋滞も随分渋滞してますし、上の方もちゃんと盛り上がってます。楽しい。こっちもねこんな感じでありますね。うん、もうちょっと、あ、最近買ったソフビとかね、この子ね、はい、とかも置いたりして、うん、いいね。で、かわいいね、ワンちゃんとかピカチュウ。ピカチュウ車の上に乗せちゃおう。あ、まだいた。猫、猫はもうね、どこに置いたってね様になりますからね。素晴らしい。あ、そのね、かわいいやつね。
ハムスター、ネズミどっちだろう。ハムスターかな。めっちゃ食ってる、ハムスター。あ、これはエンジン王じゃないか。エンジン王のキーホルダー、これいいでしょ。これ100円で買ったんだよ。これいいんだよ。エンジン合体、エンジン王、エンジンジンジン燃やせパワー。これただのキャリーバッグなんだよね。はい、ただ出来は素晴らしいよね。うん、キャリーバッグ、まあ誰かが旅してることにしよう。あ、こっちの方に置いとこう。ユーソージャーが持ってる方にしとこう。こっちね、ここに置いときます。はい、めっちゃなんかいい感じじゃん。ここめっちゃ渋滞してるじゃん。パーキングからこんな出てきたのみたいな車が。って感じだよね。あ、こいつもちょっと今パーツ外れちゃってるけど、これ多分これで合ってると思うんだよな。ん？違う。足が違う。これじゃない。これかな？あ、これっぽい。はぁーつって。地球持ち上げますみたいなね。誰かちょっとわかんない。孫悟空かな？わかんないけど。これもいまいちわかんないんだよ、誰か。誰だろう？ライターキャップっていうのはわかってるんだけど、誰かわかんないですね。あ、これはわかる。イヤミね。最近のおそ松さん見てるんでわかりますね。シーッって。めっちゃ端に置いてるからね、今。こっちの方に。で、カエルでしょ。これビーダーマンのね、敵キャラですね、ネズミの。これ結構レアだよ。俺の中ではレア。そしてまあこういうね、キツネ、コマギツネか、コマ犬のキツネバージョンみたいな。めっちゃ混んでんだけど、地味にここね、プリウス衝突してますからね。突っ込んでますからね、理髪店に。超やばいっすよ。でも、消防車、出動してますからね。はい。と、まあ、こんな感じですかね。あ、忘れてた。のび太入れとかないと。せっかく持ってきたんだから、のび太。入れるっすよ。消防車に乗せとこう、じゃあ。なんで僕の消防車に捕まってるのっていう状態ですけど。あ、そうだ、せっかくだから、僕が作ったオリジナルのね、スカルタコスね。まあ、アマプロさんのね、僕が勝手に作ったんだけど、スカルタコス。こいつね。こいつも置いとこう。手前に。一応ね、今回何か使うか分かんないけどね、動画で使おうと思ってね、タバスコ。もちろん中身入ってないんですけど、はい、中身は入ってないんだけど、よく振ってから使いください。なんかね、このデザインがアメリカンでかっこいいなと思ったんで、ちょっとね、使うかもしれないです。使う、なんかうん、タバスコタワーみたいな、なんかアメリカンでかっこよくない？ここは微妙だけど、こことここの部分かっこいいじゃん。特にこことか、なんか看板にできそうだよね。街の看板にタバスコ、かっこよくない？あ、こっちもなんか、これも看板になりそうだよね。街の看板として使えそうだなと思って、ちょっと持ってきたんですよ。今日ちょうどタバスコ買ったんで、うん。まあ、パスタにかけても美味しいというね。はい。ということで、今回はね、まあ、このピカリンのね、おもちゃチャンネルの方で、ちょっとね、このおもちゃの街にね、おもちゃを増量しましたね。いや、っていうか、なんかね、圧巻だよ。いくよ。ガガ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 だからね。こっちにもあるからね、やばいよね。これね、片付けるの結構大変なんですよ。うん、だから皆さんもね、まあ、片付けも頑張りつつ、一生懸命遊んでみてください。それで今回の動画は以上です。もしね、よろしければね、評価ボタンを押してってくれると嬉しいです。チャンネル登録やコメントもお願いします。それではまた、バイバーイ。